どうも、Tコレクションの日です。どうも、Tコレの正人です。なんか久々ですね。ロケとかは行きますよね。そうです、よくビフォーアフターやってるんですけど。今回私たちもDコレで、チロリアンシリーズが出たと、はい、いうところで、そちらのちょっと、改めて紹介と、メリットとか、コーディネートの紹介をしていこうと、はい、思います。はい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 、で今回ですね、こちらのブラックとブラウンの2色を出しましたというところなんですけども、チロリアンシューズですね、どんな方におすすめかというと、特に革靴初心者というか慣れてない方、多分スニーカー履いてる方は多いと思うんですけど、革靴ってなかなかどれから手を出していいかとかわからないと思うんですけど、なんでおすすめかと言いますと、靴のデザイン的にですね、この甲の部分を縁取るように、モカシン縫いっていう形で、縫われた靴になってますと、で全体の機種としてはレザー調というか、になっていて、艶があると。でこういったデザインがあることによって、ちょっと柔らかい雰囲気というか、硬、い感じにはならないですよね。そうですね。なので、普通にサラリーマンが履いてるようなシュッとした革靴と比べると、合わせやすいといった特徴があります、今回このブラックとブラウンの2色というところなので、それぞれどういった着こなしがいいかというところをちょっと解説していこうと思います。1コーデ目ですね、こちらクロスキニーとアウターにはテーラードジャケットを合わせたコーディネートとなってます、ちょっと春先を見据えた、コーディネートになっているんですけども、まずはクロスキニーに合わせてみるのが一番バランスとしてはやりやすいと、このコーディネートはその足元の、チロリアンシューズの可愛さというか、緩い感じとインナーの色、ちょっとブルー系の、ニットを使っているんですけども、それちょっと、テーラードジャケットって硬いイメージがあるんですけど、柔らかい、普段着でも着れるような、形にしてますと、いったところですね。テーラードジャケット着てるけど硬いイメージが苦手な方には特におすすめなスタイルになってます、2つ目が、こちらのベージュのコーチジャケットを着たコーディネートとなっております、コーチジャケットというと、もう割と定番なライトアウターになりつつあるんですけども、こちらのコーディネートに関しては足首代わりにちょっと赤い色、も入れて、ちょっとアクセントというか、靴下で遊んでる感じ、そうですね、これもですね、冬とか春、これからの季節ならではの着こなしというか、になってますんで、こういった遊びも入れながらちょっと差別化というか、かると、ちょっといつもと違った春を迎えられるんじゃないかなと思うんで、試してみてください。3つ目がこちらですね、ブラウンのチロリアンシューズを使ったコーディネートとなってます、こちらのコーディネートに関しては、あえて、デニムとか大人カジュアルな雰囲気でちょっと仕上げたコーディネートになってます、で、アウターもベージュのステンカラーコートですねを使ってるんですけども、そのベージュとこの靴のブラウンの感じが同系色なんで、色をたくさん使いすぎると結構子供っぽい印象になりやすいんですけども、こういった感じで同系色をまとめると比較的まだ大人っぽいスタイルに仕上げることができますので、こういった形でですね、ブラウンを使っていただければこれからの季節ぜひ使っていただきたいなというふうに思います。アウター、春物というかライトアウター系で今回ご紹介しますけど、もちろんウールのね、チェスターコートとか、ピーコートとか、いわゆるヘビーアウターですね、と合わせていただくことも全然そうですね、できますんでね、挑戦していただきたいなと思います。今ニッチの方からですね、冬のコーデの使い方もお伝えしたんですけども、もちろん春先、あと、夏場に関してはショートソックスですね、で、足首をちょっと肌を露出させることで、履くこともできますんで、そのシーズンにも活用できるようなレザー調のシューズになってます。冒頭正人からもありましたけど、これからね、革靴とかこういった、レザー調のシューズ、これからちょっと試してみたいなという方には特におすすめのシューズですので、よろしければ概要欄に、商品のリンク貼ってありますので、こちらからご確認いただければなと思います、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます、今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。